まあ、どの道ね。開いたぜ。これ1個しかないからなんで1個なの？だってもどっちにしても1個しか持たないものに、いや片方いらないやつを持ってきたの。あ、そうか、いらないやつを持ってきたから片方のも、うん、そうかそうか。何くるくるしてんじゃい。ああ左側もちょっとね、うん、そうなん、両方、うん、ああ、しまきあそこにね、予備2個入ってるかもしれない、箱の中に。今何撮ってるの？ん？今何か撮ってる？撮ってる。あーがこの魔線棒にゴシゴシするかもしれないと思って撮ってる。ブフフ。ごめん、期待してプフフって言っただろう。タオルが入ってるけど、うん、あと後ろ足も入ってる。あのコンテナの中にあるから、私今取ってくる。うん、見てみる。うん、前に使ってたやつは結構大きくてぐるんぐるん回るような感じで、魔線棒を外すと落ちるような感じだったからね、ちょっと面倒くさいかなと思ってそれは捨てちゃったんですよ。だから釜がければ麻婆とかもみんなつけるから、うん、釜がそこになるんだけど、うん、あ、これでも噛みそうな気するな。どうだ、これもし上の段下の段って決めてるんだったらつけてテープで巻いちゃうとか、外れないように。多分ね、くるくる回るからね、あの毛が抜けないのか、うん、あ、なるほどね。くるくる回らないからやっぱ毛抜けない。ちょっとそこでちょっと少々固めについてました。あ、なるほど。あ、これ器用に取るんです。いや、あのネジがカッチリついてたんで、多分ね、やるんだろうな。いや、でもね、外してガンガンしてるんだろうな。お前何やってんの？ちょっと繋がれてるからさ。ちょっとね、今ね、仕分けしようと思ったんで、うん、
で2本ぐらいちょっと入れといて。長さ的にね。うん。背中でエコシゴシ。これ2つに割れるから、このちょうど割れた間でやられたら。うん。多分上よりもね下でやってると思うんだよね、毛のつく量が。そっか。うん。あ、全然足りません、ね、あ、でもだいぶ違うと思うよ、それで、うん、全然足りないわ、うん、多分ね、下につけた方がいいわ、ほら、下の方が擦れるとこだから。作ってくる？うん、作ってくるよ、うんうんうん、この前みたいなやつ、ぐるぐる、いや、今回だけ下の段につけといてもらおうかな、うん、それは厳しいかな。あ、だ入りそうだね。これね、あれなんだよ。これ引っかかったんだよ、ここで。あ、そっかそっか。そうだね。ぺったんこな爪だもんな。ぺったんこな爪だね。よし、あ、入った。あ、入った入った。これはすぐには抜けなくて、ルーズソックスになっても。ちょっと待って、置いといて、うん。これでルーズソックスになっても大丈夫なんじゃない？うん、OK だ。あ、いいんじゃない？うん、うん、女子高生だ、女子高生だよ、女子高生だ、足がもう一個やってみるか、うん、はいはい、およし、こうやって皆さん、この足です、よしぺったんこだ、ぺったんこだだけじゃなくて、もうヘラになってるからね、ヘラここが傷してね、ヘラのヘラの爪、うん、通ると分かったら頑張って入れるぞさあ、嫌だったね、ちょっと我慢してくれる、ワンコをつけるときに思い出すね、ワンコ、そうそう、ワンコもきついからね、ワンコもこうやってやったね、ワンコなんてさ、で最初バンドとかなくてさどう考えても縦より横が長いもん、うん、そう、ワンポイントも入ってんだよ、ちょっとハイトックスだから、ほんとだ、女子高生だこれ、どうですか、あ、いいんじゃないですか、ね、そして明日の朝にはルーズになっていくかもしれない、でもいいんじゃない、これでとりあえずはルーズになっても傷にはならないから、それにそれだけきつかったら脱げることもないし、うん、いい感じだ、まあ、そしてダメそうだったら脱がしといてくれるし、うん、うん、あうん、あ、お湯はここ出るよ、うん、そこの蛇口からじゃんじゃん出るそうそう、やっぱ見たことあるポットだなと思ってあー、聞かない顔して、聞かない顔して、うわうわうわさっきはまでは神妙にしてたのにね、またそうやってグリグリやるし、顔傷つくよ、うん、汗すき、足すっきりしたわ、うん、今日いい運動だったし、よかったんじゃないか